どうもドクター森野です。それでは今日もですねご物件の紹介というところなんですけれども、2週間前から始めたですね、始めさせていただきました、ドクター森野の個別相談会、こちらご参加いただきましてどうもありがとうございます。今日土曜日なんですけれども、明日の日曜日、こちらまだ少し空いてる枠がございますけれども、来週も引き続きですね、開催させていただくことになっておりますので、物件のご購入とか、ご検討、そしてご売却を、ご検討中という方もですね、ぜひご検討いただいて、ご来店いただければ、一緒にですね今後皆さんにとって有益なですね、マンションのご購入やご検討というところにつながるお話をさせていただければと思いますので、ぜひお考えください。それでは、今回ご紹介するのはシャリエお茶の水、こちらの予定価格と間取り、そして建物内モデルルーム訪問についてご紹介いたします。こちらですね、地図をこう見てやはり忘れることができなかったのは、ちょうど物件の、裏手ですか、裏手じゃないですね、本郷通り側って言ったらいいですかね。そこにですね、東京ガーデンホテル東京ガーデンパレスというホテルがあるんですけれども、まさにこちらにですね、18歳の時と19歳の時宿泊をして大学受験をした、まさにそのホテルの近くの物件だったというところに個人的には驚きを感じております。ここに約10日間ぐらい泊まってですね、現役の時も浪人をした時も泊まっていたわけなんですけれども、浪人をした時はですね、もちろんって言っちゃいけないですね、ちょっと残念ながら全部落ちてしまったんですけれども、浪人の時は、そんなこともなく今に至るんですが、やっぱり高校生プラス、浪人生ですからアルファですかね、18、19のものが当時そんなスマホとかはなかったですからね、携帯電話はありましたけれども、インターネット環境もあまりない中、受験生ですからインターネット必要ないんですけれども、一人でホテルに見知らぬ場所で泊まるというのは確かにストレスがかかったり、不慣れな経験でしたけれども、それを経て今に至るということですので、やはり個人的には思い出の地ですね。またお茶の水にはたくさんの学校がありまして、一つには東京医科歯科大学ですね、続きまして順天堂大学、続きましてって別に順番があるわけじゃないんですけれども、とは明治大学、あとは日本大学のキャンパスなんかもありますよね。ちょっとマンションの話にはなくなりますけれども、俗に受験業界で言うと、マーチと呼ばれる、一大学の、明治大学ですね。非常に最近人気のある大学で、お父さんお母さんの世代からするとですね、明治大学といえば、なんか男子のイメージがあるかなという方も多いかもしれないんですけれども、そんなこともなくですね、女性の学生からの人気も、私が前職にいた頃はですね、非常にこう増えてまして、町の中では明治大学と立教大学というのが比較的人気が あったなと、それは今も続いているわけですけれども、そんなことをふと思い出しました。それでは本題に戻っていきましょう。今回ご紹介するシャリエお茶の水、物件概要ですが、売り主は東レ建設、水は東レのトレビイノですね。施工は建てると書いて研究の研と書く会社でございます。価格は3700万円台から8200万円台、最多価格帯は4500万円台となっております。占有面積は 26.10 平米から 55.61 平米、倉庫数は47個あり、規模としては13階の建物になります。こちらですね、倉庫数、事業協力者重工3個を含んでおります。交通面では東京メトロ丸の内線お茶の水駅から徒歩7分、
中央線快速、線総武観光線お茶の水駅から徒歩8分東京メトロ銀座線末広町駅から徒歩9分都営地下鉄大江戸線東京メトロ丸の内線本郷三丁目駅から徒歩9分東京メトロ千代田線新お茶の水駅から徒歩9分所在地は東京都文京区湯島2丁目竣工予定は2019年の5月16日となっております。そうですね、今駅を読み上げましたけれども、まあ、地方にいるとですね、一つのエリアにある駅というのは大概一つか二つなんですけれども、まあ、東京に来るとですね、ちょっと離れたところにまた別の路線の別の名前の駅があり、人電車なんだろうな、地下鉄なんだろうなと分かりつつも、いろいろなこう出口がですね、周辺にありますので、間違って乗ると、知らない状態で乗るとですね、とんでもないことになって、東京ってすげえな、東京って怖いなって、その時、受験生の時、思いましたね。こんなないですもんね。半径数百メートルの中に路線がこんなにたくさんあって、駅がこんなにたくさんあるというのは、なかなかあるもんではないですよね。まあ、慣れてしまうとですね、あのエリアに行けばあの路線が走っていて、あの駅があってというふうにわかるわけですけれども、改めてですね、東京っていうのはすごい場所だなと、しみじみ実感しています。戻りまして、駐車場は3台、平置きが1台と、新商社用の1台、そして来客用1台、合わせて3台ございます。バイク置き場は5台ありまして、大型2台、ミニバイク用が3台となります。自転車置き場は47台あり、二段落式が44台、平置きが3台という中身になります。物件の地図につきましては、マンションマニアさんのブログをご参照ください。こちら、湯島アドレスとなりますが、日常使いしやすい駅は、お茶の水駅となります。3面が雪道ではあるものの若干囲まれ感はありますが、蔵前橋通りから北側に約50メートルほど入った場所に位置しているため、静かな住環境となっております。完成済みでの販売ですから、実際のお部屋から音はもちろん、採光や日当たりも確認していただけます。リビオレゾン内神田やブランズ大手町もそうですが、完成してから販売するコンパクトマンションが最近増えてきております。小規模でマンションギャラリーを設けると当然のことながらコストがかかり販売価格に転嫁されるわけですが、売りの主としては完成時引き渡し時にある程度資金回収できるというメリットもあります。完成販売だと資金回収が遅くなり、体力のない売り主からしたら厳しくなってしまうわけですが、東レ含め大手売り主からすれば資金回収がちょいと遅れてもそこまでダメージではないのでしょうか。買い手側からすればカラーやメニュープランなどのセレクトや各種オプションが楽しめないというデメリットはありますが、実際に実物を見た上で購入してできますから、後々ああ思ってたのと違ったなという後悔は少ないことでしょう。お茶の水駅までは完全なフラットな道のりというわけではありませんが、気になるほどの高低差ではないですし、歯科大附属病院、医科歯科大附属病院、そして医科歯科大の敷地を通り抜けすることができますから、徒歩7分よりも実際には近く感じたそうです。お茶の水以外にも本郷三丁目、湯島、末広町など複数の駅、複数の路線が利用できます。それぞれの駅の真ん中あたりに位置しているため、駅前立地ではないのですが、駅前立地を売りにしているクレビア文京湯島やシティハウス千代田外神田、クレビア本郷春日ステーションフロントなどと違い、お茶の水駅が容易に利用できるということがシャリエお茶の水の売りとなりますから、駅近よりもお茶の水という方には向いております。となれば一概には言えませんが、男性より女性を受けするコンパクト、多めのマンションということになるでしょう。もちろん医科歯科大、順天の関係者から、するとですね、魅力に感じる立地ですから、とりあえず買っておこうという検討者も多そうです。セカンド需要も多いでしょうね。お茶の水駅の北側は医科歯科大や順天の土地が広大なため、そもそも駅近マンションというのが難しくなっていますから、
お茶の水駅最寄りの北側立地としては駅に近い方です。外観は垂直方向に黒タイルを採用して、てっぺんで逆 L 字にしていたり、同じような色合いのタイルでも若干デザインが違うものを乱張りにするなど、ペンシル型の小規模とはいえ安っぽく見えないよう作り込まれております。ただ外観デザインとしては斜め向かいのクレビやお茶の水が結構な作り込みでしたから、それに比べると劣る部分もあります。例えば非常階段ですが、クレビアは木目調で目隠ししているのに対して、シャリアは何もしておりません。クレビアの方が人通りの多い立地ですから、当然といえば当然ではあるのですが、クレビアの方が疑っていたと、言っても過言ではないでしょう。クレビアと違い、高級感というよりかは優しさのある外観としているため、シャリエの方が女性受けは良さそうです。内廊下の照明やカーペットの色合いも明るいものとなっておりました。それでは予定価格と間取りの一部を共有いたします。 A タイプ 2LDK 55.61 平米、管理費は月額 21,140 円、修繕積立金は5,570 円です。こちら2階から13階の展開となっており、物件価格は6670万円から8160万円、坪単価は396万円から485万円です。続いて B タイプ 1LDK 37.17 平米、管理費は月額 14,130 円、修繕積立金は月額3720円です。こちらは2階から13階の展開となっており、価格は4400万円から5130万円台、坪単価は391万円から456万円です。続いて C タイプ 1LDK 36.85 平米、こちら管理費は月額1410円、修繕積立金は3690円です。こちら7階から13階の展開となっており、物件価格は4800万円から4,990 万円台、坪単価は430万円から447万円です。続きまして D タイプ、1LDK 33.80 平米、管理費は月額 12,850 円、修繕積立金は月額3380円です。こちら5階から13階の展開となっており、物件価格は4,250 万円台から4,500 万円台、坪単価は415万円から440万円です。続いて E タイプ 1LDK 44.55 平米、管理費は月額 16,930 円、修繕積立金は4460円です。こちら2階から4階の展開で、物件価格は5690万円から5780万円、坪単価は422万円から428万円です。続いて F タイプ1K 26.10 平米、管理費は月額9920円、修繕積立金は月額2610円です。こちら2階から4階の展開であり、物件価格は3530万円台から3700万円台、坪単価は447万円から468万円です。平均坪単価としては約430万円となりそうです。クレビアお茶の水よりも1割弱の値上がりです。クレビアお茶の水は2018年竣工ですが、販売時期は2016年後半でしたから、販売時期ベースでは約3年の差があるわけで、値上がり幅としては妥当でしょう。完成済みマンションですから、価格の歪んだ重工を見つけるのはなかなか難しくなります。というのも、売り主からしたら実際のお部屋に入って採光、眺望、目の前の建物との距離を確認してから価格を決められるため、アウター売りの時みたくですね、条件が良いか悪いか微妙なのだけども約束できないと。価格を決める側もですね、高値をつければ条件、良いことを保証したようなものになってしまうわけでありまして、お部屋の価格が盛られないという現象はまずありません。全戸稼働重戸となっており、占有面積の割には窓面が豊かです。
設備仕様としてはディスポーザーはありません。クレビアお茶の水は 1LDK でもディスポーザー付きでしたから、実需目線としては残念なポイントとなります。一番狭いお部屋を除いて食洗機が付いております。水回り天板は一番狭いお部屋だけ人造大理石となりますが、トイレ手洗いカウンターは全個付いていますし、ミストサウナも付いています。玄関前カメラ付きインターホンがないのは大変残念でございますが、共用廊下は内廊下です。構造は二重床、二重天井です。小規模マンションの割には1階部分のラウンジが広く取られており、大理石でしっかりと作り込まれたエレベーターホールをクランクインさせていますから、高級感はもちろんプライバシーへの配慮もなされております。管理費は平米あたり約380円です。クレビアお茶の水も一廊下でしたし、チャリエにはないディスポーザーがついていながらも平米あたりは300円を切っていましたから、目の痛い水準であることは確かです。それでは周辺相場の確認をいたしましょう。D クラウディア2番、お茶の水、2004年築、吉間2丁目、新築時の坪単価は約285万円で、現在は約330万円。セントラルレジデンス、お茶の水、ヒルトップ、2014年築、吉間2丁目、新築時の坪単価は約365万円で、現在は約410万円です。ガーデングラス、お茶の水、2017年築、湯島2丁目、新築時の坪単価は約385万円で、こちら直近売り出し事例はございませんでした。セントラルレジデンス、お茶の水、ヒルトップですね。2014年築で、湯島2丁目、新築時の坪単価は約365万円で、現在は約410万円です。訂正します。続いてガーデングラス、お茶の水、2017年築、吉間2丁目、新築時の坪単価は約385万円、直近こちら売り出し事例はありませんでした。続いてクレビアお茶の水、2018年築、吉間2丁目、新築時の坪単価は約400万円、現在こちら直近売り出し事例はありませんでした。続いてグレンレージェイド、お茶の水、2018年築、湯島2丁目、新築時の坪単価は約410万円で、現在は約475万円です。以上の相場からシャリエお茶の水の将来価値を予想いたしますと、 D タイプ 1LDK 33.80 平米のお部屋7階ですね、4310万円が新築時の価格なのですが、10年を経ますとこちら3800万円と予想いたします。こちら設計のスタイレックスはちょくちょくお目にかかりますが、施工の県、築の県に研究の県と書いた会社ですね。こちらは珍しいですね。建設の県と書いて研究の県と書く会社、こちら施工の分譲マンションを見学したことがないかもという会社さんです。それでは恒例のスムレーションの時間に入ってまいりましょう。はい、それではドクター森のオンリーバージョンでいきましょう。それではスム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 レーションなのらダメだ、喉がやられてる。さあ、では丸の内線からスタートです。丸の内線の新型車両、最近方南町のですね、6両編成が、ホームに入れるようになったので、ニュースによく出てますけれども、丸の内線の新型車両、まだ乗ってないんですけど、いかがですかね、いいんですかね、早くちょっと乗ってみたいです。こちらですね、
お茶の水を8時1分に出発しますと、大手町には8時4分到着、東京駅には8時6分到着、赤坂見附には8時15分の到着です。続いてお茶の水駅を8時2分に出発しますと、本郷3丁目には8時3分着。ということは、この物件に住んで東大に行けますね。続いて、池袋には8時14分に到着いたします。続いて中央快速線、お茶の水駅を8時1分に出発しますと、神田には8時3分到着、東京駅には8時5分の到着となります。続いてお茶の水を8時に出発しますと、四ツ谷には8時5分着、新宿には8時11分到着、中野には8時15分の到着、荻窪には8時21分到着、三鷹には8時28分の到着となります。続いて総武観光線、お茶の水駅を8時2分に出発しますと、秋葉原には8時4分の到着、両国には8時8分の到着、亀戸には8時13分到着、市川には8時25分到着、元八幡には8時27分の到着、西船橋には8時32分に到着いたします。よいしょ。続きまして、お茶の水を8時に出発しますと、飯田橋には8時5分の到着、四ツ谷には8時9分の到着、新宿には8時16分到着、東中野には8時20分の到着となります。続いて銀座線、末広町を8時2分に出発しますと、上野には8時5分の到着、浅草には8時12分の到着となります。続いて末広町を8時1分に出発しますと、神田には8時2分の到着、日本橋には8時6分到着、銀座には8時10分到着、虎ノ門には8時14分の到着、外苑前には8時22分の到着、渋谷には8時26分に到着いたします。続いて大江戸線、本郷3丁目8時1分に出発しますと、新御徒町には8時4分の到着、両国には8時9分の到着、清澄白河には8時12分の到着、月島には8時18分の到着、汐留には8時25分に到着いたします。続きまして、本郷3丁目を8時3分に出発しますと、飯田橋には8時8分到着、新宿西口には8時19分に到着、都庁前には8時22分に到着いたします。続いて千代田線、新御茶ノ水を8時1分に出発しますと、西日暮里には8時8分の到着、北千住には8時18分到着、綾瀬には8時18分の到着。復活落ちちゃいましたね。メモリーが不足して落ちちゃいました。それでは改めまして、千代田線、新御茶ノ水を8時1分に出発しますと、西日暮里には8時8分到着、北千住には8時14分到着、綾瀬には8時18分到着、北綾瀬には8時23分の到着でございます。続いて新御茶ノ水を8時1分に出発しますと、大手町には8時3分到着、日比谷には8時6分の到着、赤坂には8時12分の到着、表参道には8時17分到着、明治神宮前には8時19分の到着となります。お茶の水駅と物件までの間の多くが東京医科歯科大の土地ですから、動線上でスーパーマーケットで買い物することができません。近いところでは本郷3丁目の丸越プチか和テラスのオリンピックなどです。それでは総評です。いろいろな面で頑張っていたクレビやお茶の水と比べてしまうとではありますが、過去のマンションと比べなければ弱点は少ないことも確かです。
クレビやお茶の水は人通りと交通量の多い道に面してしまいましたから、静けさという面では圧倒的にシャリやお茶の水の方が有利です。即完売とまではいかないでしょうけれども、大苦戦するようなことはないでしょう。26平米台のお部屋は狭いながらも窓面豊かで水回りにもゆとりがありますから、まだ年収が上がりきっていないお若い方の住みながら投資にも向いております。それではこちらのシャリエお茶の水完成後モデルルームということで、ぜひですね足を運んで実際に目で見ていただいて判断いただくとよろしいのではないでしょうか。それでは選手交代です。なんで手を開けちゃうんですか。シャキーン、シャキ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 ーン。どうもドクターまんまにです。こちらのマンションズバリ買いです。ズバリ買いです。見学をおすすめします。シャリやお茶の水買いです。今言ったの聞こえました。このマンションはとにかく買い宣言、買いです。買い宣言、買いです。どう考えて安いの、低層階、はい、おかしいですよ。お茶の水っすよ、はい、低層階超云々抜かしたって400は安いです。安い、これはもう買いです、はい、じゃあ最後に告知いきますよ。はい、あの告知いきますからね。はい、どうもドクター森野です。来週の土日に僕ちんとの対面相談会開催するのら、みんな予約して僕と海浜幕張で握手お待ちしてるのら、みんなの夢を叶えるドクター森野でーす。それでは、あ、急に声が低くなりましたね。それではまた皆さんお会いしましょう。ちょっと雨の続く天気となりますから、皆さんも十分お気をつけてお過ごしください。それではさようなら。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン、デスソースには注意、死ぬぞ。死は死。